基本的には洋楽が好きで、一人だけのアーティストっていうよりも幅広く聴いていて、ワイルドスピードっていう映画が好きで、その音楽もいっぱい聴いたりして、あとブラックピンクも好きです。サム・スミスか、How do you sleep か、小学5年生の時に初めて国際大会に行った、もう海外に初めて行った時にドイツに行ったんですけど、でその試合の表彰式の後かなんかにアビル・ラビンがかかってて、その曲を聴いてから海外の歌っていいと思って、それがきっかけで聴き始めました。ハッピーな気分になってモチベーションも上がってて、試合の前の気持ちって結構大事なので、音楽が高めてくれる時もあるので結構大事です。昔から好きなのはネイマールが好きで、ずっとファンなんですけど、でもあとはやっぱ海外が好きで、ブラックピンクも、韓国のブラックピンクも好きで聴いてて、あと、まあ、ジャスティンもずっと好きで、で最近はデュアリパが好きで、11月日本にライブで来日するんですけど、そのチケットも取れて行く予定です。オリンピックを応援していただきありがとうございます。メダルという形で、結果報告ができてとても嬉しく思います。でも少し悔しい気持ちもあるので、次は金メダルを取りたいと思っているので、これからも応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。